全然だ。影の一つも見えやしね。だそうだ。みんな来ていいぞ。ドラクモン、偵察お疲れ様。たくさん働いて偉いね。敵がいるかもってのはわかるけどよ、いちいち偵察するとか慎重すぎね。警戒はして損をするものではない。ここまで敵が出ていないからといって気を緩めるんじゃない。わかってるって。特にこの辺りは。この辺りは修二さんが死んじゃった場所の近くだもんね。さっき、あまり思い詰めないで。そういうんじゃないけど、気分よく進むのも違わない？そうね、明るい気持ちにはちょっと慣れないかも。嫌な気分になるのは当然だわ。悪いことじゃない。だからって避けるわけにもいかないだろう。ここ以外の道を探す意味もない。ええ、そうよ。前に進まなきゃ。大丈夫よ。私たちは昨日とは違うもの。同じことがあっても惑わされたりしないわ。そうだよね。うん、こんなところ早く抜けちゃおう。ここまで敵とも会ってないし、安全そうだな。一気に突き進もうぜ。ああ、さっさと日の光が見たいな。うんうんうん、そうね。あれ、葵さん今笑った？え、いいえ、笑ってないけど。じゃあ、さっき？笑い声が聞こえたような。どこを見てるのかしら？私はこっちよ。そう。あんたたちの後ろだよ。こいつ、どこから現れやがった？おい、ドラクモ、偵察したんじゃねえのか？おいおい、確かに道の先にはいなかったぜ。どんな魔法を使いやがったんだ？あらあら、その子を一方的に責めるのはかわいそうよ。私が本気を出せば、あんたたちの目から逃れるのなんて簡単なんだからね。アルケニモ、とうとう直接手を下しに来たのか。ちょうどよかったわ。こっちから出向こうと思っていたところだから。のこのこ捕まるにやってくるなんて、なんておバカさんたちなのかしらね。あ、攻撃される。させるか。ミュ、俺の後ろに隠れろ。お兄ちゃん引っ張らないでよ。待て、アルケニモン、今、捕まえにって言ったよな。お前たちの狙いは、僕たちを殺すことじゃなく、捕まえて利用することなのか？あら、失言だったかしら。まったく小賢しい子供。あんたたちが変に知恵をつけているせいで、うまくいかないことばかり。私たちのせいにしないでよね。自分が悪いんじゃない。一方的に襲ってきて責任までなすりつけて、そんなんだから失敗するのよ、おあいにく様。この生意気な。すぐに余裕な顔なんかしてられなくなるわ。あんたたちはこれから消えるのよ。
これまでに消えた二人の子供のように、いやだいやだって泣きながらね。そんなことにはならないよ。な、何よその冷静な顔。いきなり出てこられたのにはびっくりしたけど、でも私たちはもうあんたにいいように振り回されたりしない。いや、もう後がないっていうのに、これ以上失敗したら私はおしまいだっていうのに。おしまい？何もかもあんたたちのせいよ。自分の命のため、世界のため、私はこれ以上あんたたちを野放しにはできないのよ。みんな気をつけて、来るよ。どんな事情があったって、タクマたちをさらわせるもんか。あの光の時間よ。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。
俺に任せておけ。どんな風に行動する？おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。てめえ、何がおかしい？子供は単純で扱いやすいと思ってね。私の狙いがあんたたちだけだと錯覚しちゃって、かわいいこと。何？いけない、お姉ちゃん！そうはさせるか！教授、素手で敵に立ち向かうなんていくらなんでも無茶だ。私は大丈夫だ。タクマ君たちはそっちを片付けてくれ。急ごうぜ、タクマ。ああ、教授とミユキを助けるためにも早くアルケニモンたちを倒すんだ。俺に任せておけ。